ダイナモの位置角範囲が広くなるか、スペがメガホンになるんだったらどっち選びますか。うわーむずいな。でもまだテスラの可能性を残してる、テスラの可能性を残してるので、まあ位置角範囲広くなる方がいいかな。テスラでね、来てくれる可能性があるから。でさ、昨日もね、まあ、毎日動画投稿してるからさ、あ、どうもパンケーキです。ちょっと待って、もうぐちゃぐちゃすぎる。毎日動画投稿してるやん。でさ、昨日のさ、動画で、なんかコメント来てまして、元ダイナモ使いのために一生懸命ダイナモする振る姿に感動しました。今日から釈迦使いますとかさ。ねえ、帰らせてよ。今日から釈迦使いますとか。元ダイナモ使いです。このカニ環境でダイナモ使ってる姿に感動しましたので、今日からリッター使います。バカバカ者たち、ダイナモ使え。マジできついんだが、そして。なんだこのシャーカ4枚いるんだが、無理だろこれ。見てますか、任天堂さん。これが、シャープマーカーの環境です。あなたたちが作った環境ですよ、これ。これ君たちが作った環境だよ。あなたたちが作ったゲームで、あなたたちが作った環境です。これが。ちゃんと見てください。見てくださいよ、このシャーカーの量。8人中、半分が、シャープマーカーですよ。シャープマーカー、シャープマー。もうなんていうかは人それぞれやけど。ですけど、これを見てあなたはどう思いますか？もう困ったらカニを吐くような、そんなスプラトゥーンになっている。それでもいいのか、果たして。一度帰る。ちょっと後ろにね、ローラーがね残っているんだよね。どこ行った？いるよね、起きてる。あー、そこ死ぬの。結構でけえ当たり判定、当たり判定というか確殺範囲。いいな、ダイナモローラー、それやれん気がするな。ダイナモローラーって、あれって曲者になるんだよな。ローラーとかやったらさ、飛んでる時に、飛んでる最中にさ触れるからさ、その曲者じゃなくて先端を当てれるんやけど、ダイナモやとあれ曲者じゃないと当てられへんのよな。ダイナモ飛んでる最中に振られへんやんっていう。ねえ、困ったらカニタンク吐くのやめへん？ダイナモローラーそれ対応できひんって。いいよね。うわこっちはさ、長い時間かけて頑張って振ってんのにさ、その一発当てられた。うわ、カニタンク吐こう。でも全然カニタンクで形勢逆転できちゃうっていう、どういうことなんですかこれ。よし、ナイス、オッケー。全然まだいける。ローラー警戒しよう。もうローラーに警戒できるの僕だけやから。しっかりカーリングの音、カーリングの音聞いて、ローラーが入ってくるのを防が、いやー、そのバリアは強い。ここのさ、真ん中で吐くバリアめちゃくちゃ強いんだよな。長すぎるだろ、硬化時間。おい、硬化時間長すぎるだろ。赤くなったらもうすぐ帰っておいで。帰っておいでって何？赤くなったらすぐにもう終わってください。もうこっちは赤くなったら、あ、終わるなって思ってんだから、赤くなってから本番みたいなとこあるやん。これキル取ってもよね。ローラーに入られすぎたなー。てか、ローラーのバリアがえぐいなー。さあ、ちょっとそろそろシャープマーカーから解放されたいですよ。シャープマーカーいるねー。お、でもシャープマーカー一人。ただ、洗濯機は二人いると。なるほど。この人たちも、もともとは、違う武器を使っていた人たちかもしれへん。もうこの環境のね、煽りを受けて、その
自分の好きな武器を使うことができず強い武器を使っているという人たちかもしれない。もちろん元から洗濯機使ってました、シャープマーカー使ってましたっていう人もいると思うんですけど、でも3000行きましたとかいうさツイートを大体さ、シャープマーカー、ボトル、洗濯機が映ってんだよな。でもジムワイパーで3000とか言ってる人いますからね。ダイナモローラー3000はいませんか？ X パワージムワイパーは3000いけるポテンシャルがあるということですか？よくねジムワイパーと当たるんすよ、ダイナモローラーは。ジムワイパーと当たるんすけど、いやきついよね。片や3000いけるポテンシャルのある武器と、片や3000いけない。僕が見た中だとダイナモローラー2800が最高かな。まあでも2800までは頑張ったらいけるっていう希望がある、ほんまに。やべえ、これ負ける。僕ありがとう、ほんまにありがとう、引かせてくれて。ナイス。これもしかしてシャープマーカーいる方が勝ちのゲームになってない？シャープマーカーいる方が勝ちのゲームになってませんか？大丈夫ですかこれ。相打ち、あ、そっちか。これスクスローなんや。あ、なるほどね、スクスローか。オッケーオッケー、まあ良い、まあ良い、まあ良いのよ。ナイスナイス。ちょっと僕が希望になるんだ、俺が万能薬になるんだ。よーし、この世に3000いけない武器なんてないんだから。チョッパーも言ってる、ダイナモ使いのチョッパーも言ってる、俺が X パワー3000になるんだ。さあ行くぞ。なんかヤガラばっかり来るけど、超ヤガラ。あれ、これリュウ君さんでは、リュウ君さんもシャープマーカーを持っていますが、シャープマーカーを持っているが、まあ、そういうことなんですよね、そういうことっすよ。マジ？これ しかもブロック裏じゃないか。どうやって抜いたんだ？どうやって抜いたんだ？どうしよう。ナイス。でもこっちにもリッターいるからね。リッターがいるとき相手にもまたリッターがいる。そして相手にリッターがいるときこちらにもまたリッターがいる。そのようになっている。たださ、リッターとスクリックリンでさ、たまにさ編成分かれたりするからマジで怖くない？そんなリッターおる方勝ちちゃう？リッターとスクリックリンでさ変数分けるのさすがにやめた方がいい気がすんねんけど、そこはちょっとね、そこはもう分かりますやんね、分かりますやん、分かりますやんというかね。あえてシャープマーカー2枚なんだよ。ただクワットって結構強いと思ってる僕。クワットがいい味を出してくれるはず。任せろ、任せ。あー、1か、しっかり気づいてた僕に。でも2枚やってるから大丈夫。そうね、クワットの人はすぐ復帰してくれるからいい。うえ、嘘、今のあって、ごめん、完全に今の僕のミス。くっそー、こういうの多いんだよな僕。マジで近距離がマジで苦手なんやけど、でも近距離ってその遠距離よりも当てづらいん、分かる？このなんていうんやろうな、そのさ、その同じ相手が同じ量動いたとしても、この視点的にやっぱりあの、うわ嘘やろ。視点的にさ、やっぱさ、その動いてる量がさ、遠くの方がさ小さく動いてるように見える。近くで同じ量動い、横にさちょっと動かれてもさ結構大移動されてる感じに見えるからさ。ナイス、うまっ。リッターがうめえ、相手もリッターがうめえぞ、どちらも。ナイス、ここ変な、なんか塔、なんか柱みたいなあって、局舎が入らへん。
お前行くか。右いるんだよな、多分。うわー、リッターリッター無理だよ。しかもさ、当然のように復活ペナルティー積むのやめへん、もう。復活ペナルティーってやめへん。ナイス、うますぎる味方。リッターが。うわ、うますぎる。もう味方最強や。ごめんな、ほんまに僕が。もうリッターにはどうしようもできへんねん。シャープマーカー、シャープマーカー、リッターって。しかもバリアブルって。相手もう対抗戦やもん、これ。対抗戦するんすか？対抗戦をする気？帰れ！よし！うわぁ、塗られた、ごめん。うわ、もう、リッター。うわ泣きそう、僕。あ、味方も最強なんやけど、僕、マジでこの試合何した？リッターに抜かれてるか、カニタンクにボコられてるかのどちらかよ。ダイナモローラー、それしかやることないのでは？やることっていうか、やられてることなんやけど。リッターの射線が、うんね、届くからね、ワンチャン。エナジースタンドばらまいて頑張って塗るしかね。もう逃げれんし、カニタンクから逃げれるわけもなく。そうか、そうだね。よし、冷静に行こう、冷静に行こう。ダイナモ使いを攻めないでください。このような環境にさ、このような環境になっていることがもう悪。その特定の武器しか使っ、特定の武器を使いましょうみたいな、そのような環境になっていることが悪。悪い。それが悪い。うえ、なんで？それ僕かよ、死ぬの。カニタンクが炸裂する。ナイス、塗り強い相手。リッタ、ナイス。もう苦しい、苦しいよ。もう半泣きでやってた。何なんですか、このゲームは。本当に。辛いよ。辛いよ。もう足引っ張ってる自覚しかないもん。